はい、それではここから第14弾パート2、メイン MC のプーです。アシスタント MC リーです。改めてよろしくお願いします。お願いします。ということで、もうここで J2 は折り返しですか。半分終わりますね、この節。半分終わりましたね、この節で。まあ台風が近づいてる中、水曜日開催の試合でしたと。うん、一応いつも通り他会場から振り返ってみましょう。そうっすね、他会場はこんな感じ。まあ試合終わってね、すぐの収録なので僕たちもハイライト一切見れていないのですが、まあそうだね、まあ北九州が勝てなかったっていうところ、しかも1点も取らずに負けたっていうところが結構注目なんじゃないかな。そうなんですよ、これ結構ね、まあ水戸戦じゃないや、琉球戦のあれで喋るけどね、水戸に3対0っていうのは結構ちょっと大きいね、この節では。でもって、あの皆さんお待ちかねの松本心配タイム。はい、まあ今回ちょっと重傷かな。とても心配です。アルウィンで 6-1 っていうのは、まあ、まあまあまあちょっとねっていう、あのまだハイライト見てないから何も言えないですけど、結果だけだともうなんか、うん、とても心配になってしまいます。まあなんかね、後半始まって本当に4人交代とかして結構ね頑張って切り替えようとしたんだけど、なかなかまあズル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 と、まあね、琉球がかなり調子いいっていうのはでもあるとは思うんだけどね。まあね、飯田の、うん、流出がでかかったかな、ちょっと。まあちょっとなかなか新戦力でうまく戦えてないっていう状況が続いてる感じはするね。まあこんな話をずっとしているとまたディレクター優に怒られてしまうので、はい、行きましょう。それではジェフ対山口、先ほど終わった試合の結果はこんな感じです。なんなんこの負け方って感じ。これはやってらんないね、点の取られ方が悪すぎる。まあ結果は2対1で負けたわけですよね。そうですね、高い獲得する点取られないためにはいやまあ本当にアグレッシブなチームだったね。結構いろんなとこから無理な体勢でもシュート打って打ってっていう、まあ前半のうちに点取れなかったっていうのも、まあね、それはね大きいね。でまあスタッツだけ見るとさ、ジェフシュートたくさん打ってる試合とかパスいっぱいしてる試合って勝ててないんだよね。いやなんか逆だよね、いつもの。それがいいのか悪いのか、まあそしたらね、山口戦がどんな試合だったのか、プーがいくつかのポイントに絞って解説していきたいと思います。題してプレイバックジェフユナイテッド。はい、このコーナーは両チームの出場メンバーと試合全体の印象を振り返り、この試合で注目したいワンプレーをピックアップ、そのプレーからキーワードと注目したい部分について分析していきますと。はいはい、したらまずね、ジェフのスターティングラインナップ、出場メンバーから見ていきましょう。こんな感じ。いや来たよ、また本村ね、本当に立て続け、まあ、変わったのがもう岡野選手だけだからね、前節と。まあそうだね、うん、あ違う、あと三木選手か。でもね、岡野も頼もしかったんだけどね。まあね、結構前半はね、守備本当に頑張って、あんまり決定機を作らせずにっていうところを徹底してた感じはあるよね。岡野選手も体張って、かなりセーフティーファースト、かなりねセーフティーファーストなディフェンダーだと思ったね、岡野。そうだね、でセンターバックからくさびのパスかなり入れる、いいセンターバックなんじゃないかな、この先ちょっと期待したいよ、ね、身長も高いしフィジカルもこれからもあるし、悩ましいねセンターバック。これで今日さ、チャン・ミンジュどうしてたんだろうね、怪我なのか、まあ、休養なのかな、ずっと出てるし、ターンオーバーなのか、ちょっと心配なところ。ただそれ以外でも頼もしいセンターバックがこんなにも、いや本当に出てきてくれました。したらじゃあ山口のメンバー見てみましょう、はい、山口もまあね、これも毎回言うようですが、まあ、結構ベストメンバー揃えてくる中で、まあね、左サイドの橋本選手だとか、まあ、そういう若い選手も使いつつっていうところでしたね、まあ、出場停止の選手、外国人って何人かいる中での、まあ、攻撃的なメンバー揃えてきたんじゃないかなと。いやー高いにやられたな。いやそう、高い選手、小松選手っていうところも、まあ、キーマンだったし、まあ、俺は結構ね、まあ、注目選手、池上選手とヘニク選手って挙げたんだけど、前のサーチの時にね、まあ、ヘニク選手がもう川又選手にがっちりマッチアップついて、川又選手も体格で負けちゃうぐらいの
ていうところも結構ねでかかったかな、やっぱり。まあ山口には勝ってほしかった、ね、まあ最下位だったからね、強いチームでももちろんあるんだけど、3連勝目指せたかなってところもあるよね、まあ、そうね、なんかがっかりだよ。まあね、そしたら試合全体の印象を振り返ってみましょう、はいはい、もうね決定力よ、なんかすごく崩す段階ではすごくいい場面いっぱいあったんだよね、前半は特に。そろそろさ、タメだ点取ってよでちょっと心の声漏らすよ。あとなんか俺が結構思ったのは、山下選手そこ打っていいんじゃないみたいなところが結構よくあったんだよね。 あるねある、まあ、確かに前にディフェンダーいるんだけど、でもそこでなんか打ち切る、弾かれてもいいから外れてもいいから打ってみたいな積極性はちょっと欲しかったなって思ったりするな。なんだろう、最近でもさ山下選手結構点を取りに行くプレーっていうよりか、ね、点をさ、ね、アシスト作るプレー意識してるのかな。そう、わかんない、フォワードからさ1個降りて受けたりさ、うん、潰れに行ったりとかサイドに流れてみたりとか結構さ、まあね、うん、まあどんな指示が出ててああいうプレーをしてるのかわからないけど、まあちょっともったいないよな。そろそろね、1点取ってまた波に乗ってほしいですよ、うん、で立て続けに後半失点してということです ね、 ないね、立て続け失点は本当に良くない。まあでも1個ね言うとすれば、パワープレーで1点取れたことですか。まあね、船山選手うまいシュートというかうまいゴールでした。なんかいつも俺試合見ててさ、うん、言うじゃん、パワープレーしてもどうせなんか点なんてあんま取れたことないんだからでいやそれが久しぶりに実った。なんか雑、いつもさ雑なんだよみたいに言うじゃん、パワープレー、ね、とりあえず放り込んでっていう、ね、その中でも点取れたことは良かったんじゃないでしょうか。 そうですね、そしたら今回のキーワードを発表させてください、はいはい、キーワードはこれです。何度やられるんだこのやられ方、出ました。大体もう分かる、俺が 何点目を取り上げるか。リーはまあ失点のうちのどっちかって言われるんだったら、まあ、ああ2点目です。まあですよね、この図何回も見たことありますよね。ありますね、似たような、まあ似たような点の取られ方だったんだよね、またあれも今までとね。でまあもう言ってしまえば42番から11番にパスを出されたところで決まった。正直またこういうシーンの時に名前が上がってしまう三木選手の位置ですよ。そうなんだな、39番、何のためのそこなん。そうだね、この図で見るとよくわかるねっていうところで、一個じゃあ戻ると42番がパスを出したっていうところに対してチャージいってるのが37番本目の選手だね、はいはい、それも19番の方から42番の方に走ってる。なるほど、相手のね、何が言いたいかってディフェンスのセオリーとしてさ、ボールとゴールの間に入れっていう話じゃないですか。まあそうですね、入りやすいのとさ、本村選手が外から走ってくるより三木選手がさ中から行く方がさ、間違いない。でじゃあまあ、まあ、100歩譲ってそれで縦パス出されました、で岡野選手プレス行きます、ここまではまあ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 、次よ鳥海16番ですね。まあまあまあさ、正直、まあ、ジェフさゾーンで守るからさ、うん、安田選手とさ鳥海選手が並んでラインが並んでるっていうのはまあわかるけどさ、はいはい、あそこまでさ追い込んだらさマイナスしかなくね。まあ、確かに。もう人に言ってよくねって思う。正直。まあね、小松選手が本当にまあフリー、まあフリーだったよね結構。いやドフリーよ。うん、何回このさえぐられてマイナス出されてさ、このセカンドボランチとセンターバックの間のやつにシュート打たれるの見る俺だ。ね、今年本当多いね。なんかウイレで絶対点取れるパターンみたいになってる。そう、ね、ゴールキーパー動かせないから取れるやつそうこうウイレの時よくやんなかったえぐってマイナスに出してシュート打つみたいな。まあゴール前でごちゃごちゃした時によく点取られるっていうのはあるね今年本当に。いや本当に。で一個前のやつ聞いてくれてる人ならわかるけど、サイドバックのラインコントロールするっていうのはこの時にも言えて、安田選手が行けとか言えばいいんだよ正直なとこ。なるほどね、鳥海選手に18とかさ、うん、敵来てるぞみたいな、何のためのベテランがサイドバックやってるんだよもう。そうだね、ボンズが負けた以上にこの失点の仕方ですよ。なるほど。いやまあそしたらじゃあ一応いつも通り最後一押し選手の振り返りしていくんだけど、はい、謝ろう、また外した、まあ、これはねもうしょうがないよ。まあ仕方ない、結構賭けに出たからね佐藤久人っていうのは。
まあ、ターンオーバーしなかったっていうね。まあしなかった上で、まあ見ててさ、ちょっと話したいなっていう選手挙げました。今回この選手挙げましょう。船山選手です。まあそうなるでしょう。いや久しぶりにフォワードで出たじゃないですか。そうね、今まで左サイド多かった、ね、今までそうね、サイドが多かったけど、やっぱペナルティエリア内だと仕事する男だね。まあやっぱりね、去年までエースでしたから、やっぱゴールへの嗅覚を持っているというか、この出場時間で1点取るあたり、うん、でもってキック精度がいいね、あのシュート。そうだね、本当になんか決めるとこちゃんと決めてきた感はあるよな。そう、まあよく言えば今までもうちょっと点取ってて欲しかったな。まあ出場機会がね、頭から出てればってとこもあるのかもしれないけど、うん、でまあ一応3点というで、じゃあ残りの2点なんなんて言ったら、まあスタメンで見たいっていうのと、まあちょっとサイドやりすぎたんじゃないかっていう動き方。ああなるほどね。まあ中に行くっていうか、まあもしかしたら指示で左右走って揺さぶれって言われてたのかもしれないけど、中手薄になりすぎじゃねっていう。ああまあでもそれはね、確かにね思ったかもしれない。ちょっと動きすぎてサイドやってたからこそ、まあ運動量ある選手だからな、結構そこはな。そうね、でまああとはパワープレーで点取れんのって思っちゃうのは仕方ないか。松島選手とか、まあ、今回のそう得点もさ、でも松島選手のロングスローからまあねってとこだったんだけど、まあ久しぶり、まあ、結構やっぱり思い出したのはロングスロー割と武器なんだなっていうのを最近思い出したの。一時ずっとそうだったよ、ゲリアと松島のやつって。田坂からのロングボールに何も希望を感じなかった、うん、今日正直。いやまあでもね、そうだと思う。なんかクレーベ選手が今まで結構機能してた部分があったのが、今回出場してもあんまりそういうところで存在感示せなかったし、収まらないんだよね前に。そうね、まあ松島選手フォワードに出したりとかしてるけど、結局じゃあさ、サイドバックからロングボール、ハーフェイラインから蹴って点取れるなんてそんな甘くねえよっていう。まあそうだね、まあこっからねちょっと頑張ってもらいましょう。折り返したところだし、まあ大切ですよ。またこっからやり直し、仕切り直し、現実と向き合いましょう。順位表見てみましょう。こんな感じですと、まあ、悪くはねえけどって感じだね。悪くはねえけど良くもねえよ。いやまあそれは間違いないんだ。まあ下に大宮がいるのとかちょっと怖いけどさ、まあまあまあ相変わらず少ない勝ち点の中にいっぱいいるんだけど、まあね、もうさ、ないものねだりとか、あのタラレバとかはいいからさ、基礎作ろう一回、守備の基礎とか。そうだね、それは間違いないね。あと得点のパターンとかさ、こうやったら点取れるとかさ、うん、こうやったら守れるとかっていうの一回ちゃんと見たいね。まあ実際ね、今もう2位と、まあ、20点近く勝ち点が離れちゃってるわけだから、うん、まあね一回そういう切り替えというかね、気持ちの作り方っていうのも来年を見据えたっていうところもね、ちょっと視野を入れて戦っていく時期なのかもしれないね。失点の仕方がパターン化してるって結構最悪なチームだと思うよ。いやそう、 J2 の下位に行くチームなんだよな、そういうのって。毎年の感じ、こうすればこいつらが点取れるって思われて結構悔しいと思ってほしいね。いや本当にね。そしたらここでパート2も終了しましょう。次の視聴もよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、 SNS のフォローの方もよろしくお願いします。それではパート3で会いましょう。柏には負けられない。